はい、どうも、小橋です。さあ、ミンゴルやっていきましょう。まあ、いろいろありますが、何から話しましょうかねっていう感じですね。うん。挑戦状の、経過見ていきましょうかね。挑戦状の経過なんですけど、小橋もなんとかワンチップを取りましたよ。14位。あ、危ない。おね、主催しているのに、30位以内入れないとねっていうところでね、桜井さん危ないっすよ。そう、もう月末近づいてるんでね、期限決めましょうね。ま、多分31日土曜日。うん。ああ。ちょっとその日小橋仕事後飲みがあるんだよな。練習会開けるかなっていうぐらいの遅い飲みなんでね。うん。まあ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 。寝落ちしない限り、寝落ちはしないかな。うん。だって電車乗ってるだろうから、終電乗ってるだろうから、31日の日付が変わる、9月1日と日付が変わる、午前0時。過ぎちゃうかもしんないけど、まあ、そのぐらいを期限にして、順位を締め切ります。うん。そこまでの間にやってみてくださいね。宣伝動画流してもいいんですけど、一応ランキングがね、100位以内なので、トップ100の中から、小橋の、名前を見つけて、そこの主催コンペからね、入ってみてください。もしくはね、X とかでね、URL 載ってるんで、そこをコピーして、コンペに参加のこのコード入力のとこを入れればね、プレイすることができるんでね、ぜひともやってみてください。今月は東京の嵐でございます。っていうところですね。最後のホールじゃなくて、嵐ホールでホール今決めました。っていうところですね。はい。あとはね、まあ嬉しいこととかいろいろありましたね。チロリンさん、いつもコメントくださるんですけどね。ちょっとね、お名前、ミンゴルネームがわかんなかったんですけどね。チロリンさんの後ろに小橋っていう風にね、入れてくださっていて、まあ、それをね、ほんと桜井さんが見つけまして、桜井さんが会ったみたいでね、カジュアルで。で、お話をしている中で、たまたまチロリンさんのカジュアルがね、出てきたので入ったらね、チロリンさんがもうなんか思い起こすことないみたいな感じぐらいね、喜んでいただいて、うん。まあ、その時にたまたまね、同じね、桜井さんのチームのメイさんもね、入ってきてね。で、私が抜けた後、メイさんとね、チロリンさんでお話しされてたみたいなんですけど、なんか声が、小橋の声を褒めていただいて、ありがとうございます。あんちゃん。あ、違うか。今日もいい声で届けますからね。はい。あ、違う。っていうところで、ですね。はい。で、あとね、ほんとね、この前のイーグル動画ね、イベントコースのイーグル動画ね、なんか好評いただいて、おかげさまでっていう風にね、ミッション達成しましたとかね、ほんとコメントいただいてありがとうございます。うん。小橋まだミッションクリアしないんですけどね。20回はね。っていうところでね、動画回しすときに応援ボックスを開けようっていうふうにね、思っていたんでね。はい、この18個を開けますと、バスンとな。お、コインは1万だけか。まあ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 、フェスチケが、いくつか当たりましたね。トーナメントチケットマーカー当たりました。よきよきっていうところで、はい。とこですね。こんなこんなで、ラントナ行きましょうかね。ラントナ、うん、うまく撮影できるかなっていうところなんですけど、すねー。まあ、高知でカットバセギアナハイっていうところでね、全部高知ですね。高知の場合、無風スキルだと意味ないんですけどね、有風スキルだとね、飛距離が上がるんですね。で、そこを活かすとね、セカンドホールのね、約500ヤードぐらいの、ロングコースが、ワンオンできるっていうところで、
ナコバシーもそれを存分に使ってね。まあ、現在こんな感じですね。はい。で、じゃあ、有風の長距離スキルがあるものがいいんだっていうところでね、おーって久しぶりにっていうふうに取り出したのがね、こちらグロリアスですかね。で、このグロリアスショットですね。飛距離、引っ張りだと429ヤード。うん。で、これが、クラシックだと、433なんですね。そこの違いがあって、まあ、それによって、クラシックショットでね、確かね、高地弱で498ヤードだっけな。うん、飛ばすことができる。で、さらに、超ステーブルがついて、さらにさらにおまけにこのね、ゲージのね、速度がね、減少っていうのがでかい。うん。なんで、グロリアスセットであるんでね、選びました。うん。まあ、あとはどうなんですかね、このジオメトリとかは使えるのかな、使えないのかな。あ、ジオメトリもほらこれね、有風なので、まあ良さそうですよね、もしセットに、なっていれば。小橋ボールしか持ってないんで、まあでも意外にいいのかな、どうなんだろうね、そこはちょっとわかんないですが、ちょっと一旦グロリアスでいこうと。まあ、このね、ボールしかないんでね、他何を当てるかっていう風にね、なった時にないんですよね、いまいちね。ですよね、最新のクラブを。ね、妙義とね、で次ね、会ってもいないしね、っていうところなんでね。まあ、なので、小橋はグロリアスでいきます。はい。はい、ここからね、ちょっと縦横混ざるね、画面なんでね、うまく撮影できるかはちょっとわかんないんですけどね、頑張ってまいりますね。さ、グロリアス小橋、久々っていうかね、初めてなんですけどね。はい、ここは最初、グロリアスアプローチでいきますね。はい。グロリアスアプローチもね、低反発で、ショットの精度かなり上がる。こちらもね、超ステーブルになってるんでね。まあ、ほんとね、グロリアスがね、有効に使えるね、コースだなっていうふうに思ってますね。今回のコース設定ね。大体ショートするのでちょっと強めに打ちます。原因は分かんないです。左にブレてますね。あ、これでもショートするか。うん、ちょっとここの原因が分かんないんですけどね。なんだろう、育ててないから何かしらの問題があるのかな。でね、ピンの位置によってね、次もね、ワンオンがね、うまくいくいかないっていうところもあるんですけどね。さあ、行きましょう。ここで、ピンの位置は、ああ、なるほどね。なるほどね。本当は493で打ちたいんだけどね。風もあるし、このぐらいで。で、一旦動画を止めます。横画面にしてからもう一回、いきますね。はい、ちょっと横画面の設定にしてた。ちょっと時間が足りるかな。これで行きましょう。で、このね、プッシュボタン使うんでね、インパクトはね、大です。これね、ちょっと旗の、
発端のね、発端のところに合わせたいな。さあどうでしょう。拍手は鳴ってるけどね、ちょっと強いかも、ちょっと強いかもな。あ、1,2,3,4,5,6,4 ヤードぐらいオーバーかねー。で画面を戻します。少々お待ち。はい、時間がない時間がない。ロングパッドの名人を使いましょうね。こういう時のためにちょっと一応ねつけてますが、いや際どいなこれ。エイヤーで打つしかない。えいや、ちょっと右から左に、オッケー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 。うん、決まった決まった。はい、まあこういう感じでね、まあピンによってはね、もうちょっとベタピンにつけられるとかね、もしかパワー調整もうちょっとしっかりしろよっていう話なんですけどね。うまくね、やることができるんだよね。でもこのピンのピッチ、このピンの位置はね、オーバーしてもね、縦合わせれば今みたいに比較的ね、ラインがね、楽なんですよね。うん。っていうのもね、活かしてやっています。さ、最後のホールですね。そっかそっか。ここはまず最初に、グロリアスアプローチにして、ブレを読んで、ここもね、まあ、打ち上げですしね、ちょっと強めに打ちますね。コーチとね、砂ぼこりは結構カクカクするからね。それが怖いですよね。はい、で、頼む。よし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 。はい、くるくるのおまけ付きで、マイナス7が取れました。というところでね。まぁ、ちょっとね、最初のホール、ショートの原因をちょっとね、いろいろ究明して、なんとかね、ホールインワン取ってマイナス8もね、目指したいなっていうところなんですけどね。まぁ、もちろんね、チップインアルバとかの方がね、ポイントは高くつくんでね。まあ、このポイントだと将来戦えなくなるのかなって、グロリアス結構ね、うん、ポイント頭打ちに近くなってきてる。まあ、もちろんね、セカンドホールもうちょっとね、ニアピンにすればね、もっとポイント高くつくのか。うん、っていうところはあるんですけどね。まあ、二桁狙うには、てか二桁狙うにはマイナス8を取らないとかな？これはね、うん。ですね。はい。っていう感じでございます。はい。いつもの10連コーナーの前に、まあ、ちょろっと話しましょうかね。うん、まあ、本当いろんな方とね、出会っていろんなコメントもいただいてね、本当応援くださってる。本当嬉しいんですけどね。まあ、お一人ね、ちょっとね、残念ながら、すごい応援してくださってる方をね、まあ、ちょっと小橋の中の YouTube で初めてじゃないかな。もうアカウント自体をね、ちょっとね、申し訳ないんですけど、小橋動画では表示されないようにせざるを得なくなってしまいました。本当にね、ミンゴルを楽しんでる方だと思うんですけどね、申し訳ないです。うん。まあ、ただね、再三お伝えしたんですけどね、ちょっと小橋動画で他の配信者の方の頭ごなしに批判するのはね、ちょっとね、本当にご遠慮いただきたいなっていうふうに思いますね。うん。まあ本当価値観の違いとかで全然違う配信をね、皆さんね、します。配信って、YouTube に限らずだと思いますよ。ミラティブであったりとかね。まあ X の方でね、配信というかね、いろいろ攻略されている方もね、いらっしゃると。皆さんね、いろんな、価値観を持っていろいろやってる方のことをね、まあ基本的には本当にもうね、尊敬しております。うん。で全然ね、違うスタイルでやっている方もいて、まあそれはそれで本当にね、なんていうんですかね、お互い交わらないだけで、本当に尊敬していますね。ちょっとね、で、多分小橋動画見てくださってる方も皆さん多くはそうだと思うんです。うん。見る見ないは別としてね。うん。
なのにね、ちょっとね、あんだけね、ちょっと批判されるのはね、ちょっとね、多分、ご自身に跳ね返ってくることだと思うんでね。まぁ、ちょっと見えないようにしました。うん。はい。引き続きね、その方も含めて応援していただければと思いますね。うん。まあ、3種類のパターンね、だと思うんです。お子様か。ネットコミュニケーションに、が、まだまだ、疎い、ご年配の方なのか。まあ、はたまたね、まあ、ちょっとね、まあ、本業のことをね、小橋のこと伝えてますけどね、まあ、そういうね、何かしらのね、ハンデを抱えている方なのかなっていうふうにね、うん、思いますがね。まあちょっとね、まあその方のためにもね、ちょっと小橋動画では、表示されない方がいいかなというふうに思いまして、判断させていただきました。はい、引き続き、いろんなコメントお待ちしております。はい、では最後にこちらのコーナー、運試し10連ガチャ。はい、行きましょう。優勝ではいろいろね、こう野菜とか出てきましたね。無償は今ね、第78回、どこが78回、98回の、ミンゴルフェスのみですのでね。まあ、チケットでね、ジオメトリー出ましたし、こうね、コイン稼げるのも出ましたしね。イベントも来てますしね。まあ、10連と言わず、もうちょっとだけ行きましょうかね、っていう感じですね。さあ、今どのくらい減ったのか見えなかったです。3つ目、4つ目、結構出ますね。なるほど。まあもうちょい行きますかね。結構コインが減りますね。2倍なのに。さあ、いいの当たんないかな。当たんないかな。こうさ、今、あれなんですよね、2倍です。ああ、こんなところで。この、普通のプラチナよりも、あらら、そういう感じで減ったのね。普通のプラチナよりも、まあ、スリングなんちゃらとかね、インペリアルなんちゃらの方が、パーセンテージ高くなってんですよね。まあ、今回インペリアルじゃないですよ。スリングですよ。ね、2倍の時は。なのに、そっちよりも、普通の方が多く出る。悔しさ。はい。しかも、ここに来て、プラチナが0個の悔しさ。嬉しさ？なんかいいの出てよー。まあ、逆の意味で、何が逆だっていう話なんですけど、まだカンストされてない方々も、4倍とかのフェスを回すよりも、この2倍のフェスを回した方が、シルバーゴールド率が高くなるので、カンストに近づくっていう考え方もあるんですよね。うん。まあ、どう判断するかっていうところですよね。全然来ませんね。今日は、何も当たんないのかな？なんか、おっていうの来ないもんね。
うん。バスン。おっていうの。もう遅い。なんかちょっと前、これセットになったよね、多分ね。で、フォレスト。まあ、ニューが当たっただけっていうところですかね。アニーさんがいつもね、おっしゃってますもんね。本当に。ありがとうございます、いつも。まあ、ラストの10連にしましょうね。おお、結構減った。ちゃうかな、これラストかな。マインド2、こんなに運が。はい、そんなこんなでした。以上、小橋でした。バー